小野寺の弟、小野寺の姉は、2012年に、安文堂より出版された、日本の小説。作者は、西田進氏。2014年には、厳冬者文庫として出版された。2013年に舞台化作品が上演。2014年に映画化作品が公開。小野寺進は33歳の長考師。姉のより子は40歳のメガネ屋店員。 早くに両親を亡くした二人は、二十年以上も古い一軒家宮で、穏やかにつつましく一緒に暮らしていて、まだに二人とも独身。より子が作るご飯を二人で食べて、スーパーの特売日には二人で買い物に出かけ、時には一緒に遊園地にも行くような、口に出さずとも互いを思い合っている姉と弟。進むには、よしみという彼女がいて、 長らく付き合っていたものの結局別れてしまい、それ以来一層恋愛に奥手になってしまい、より子も容姿のコンプレックスから恋に臆病になっていたが、勤務するメガネ店にコンタクトレンズの営業にやってくる朝野が気になっていた。そんなある日、小野寺家に届いた配達間違いの手紙が届く。より子は進むと一緒に間違って配達された手紙をカオルに届けに行くことになる。また、 より子は浅野からある相談時を頼まれる。2013年に天皇図銀河劇場とシアタードラマシティで上演された。脚本、演出は小説作者である西田自身が担当した。舞台版は小説のアナザストーリーで小野寺指定のとあるツイタチを描いた物語となっていた。2014年10月25日に同名タイトルの映画化作品が公開。監督、 脚本は小説の作者の西田自身が担当。主役となる小野寺の指定は2013年上演の舞台に引き続き向井治と片桐入りが務めた。映画版は小説の内容を映像化した。進むと関わる人よりこと関わる人その他の人物2分間のミニ番組秘密の小野寺の弟、小野寺の姉が2014年10月20日から10月24日に 読売テレビ、宮城テレビ、熊本県民テレビで放送された。ありがとうございます。